マルグリット・デュラスは、フランスの小説家、脚本家、映画監督。ヌーボーロマンの作家の一人に数えられることもあるが、キャリアの点でも、作風の点でもヌーボーロマンの枠内には収まらない。1914年、フランス領インドシナの最後に生まれる。法律を学ぶため、1932年に、フランスに帰国し、パリ南部近郊バン部に居住。パリ大学で、法律、 数学を専攻し、政治学のディプロシを取得。1939年、ロベール・アンテルムと結婚する。1942年に、初めての子供を出産後に失う。1943年、諸女作、厚かましき、人々を発表する。また、この頃、ディオニス・マスコロと知り合う。 1950年に発表した、現地で教師をしていたが早くに夫に先立たれた母が、現地の役人に騙され、海水に浸ってしまう土地を買わされ、それ以後、彼女たち一家は、貧困を余儀なくされるという一家の苦難と母の悲哀を描いた自伝的小説の、太平洋の防波堤は、わずかの差で、コンクール賞を逃す。 1984年に発表したインドシナに住んでいた時に知り合った佳境の青年との初めての性愛体験を描いた自伝的小説、愛人はコンクール賞を受賞し、世界的ベストセラーとなった。1992年にはフランスイギリス合作で映画化され、この映画、愛人、ラマンも原作同様ヨーロッパでヒットした。なお、この作品の姉妹編とも言うべき。 北の愛人はかつてのデュラスの愛人だった中国人青年の死を聞いて執筆を始めたという。この作品は1991年に発表された。ペンネームのデュラスは彼女の父の出身地から取ったもの。マルグリット・デュラスの愛人、ラマンは1992年にフッツ、映画作で映画化された。主演は香港の人気俳優、レオン・カーフェイ。 イギリス人女優ジェイン・マーチ。監督はジャン・ジャック・アノー。なお、デュラスは映画の出来に大きな不満を持つ。なお、2001年にはデュラスの最後の恋人、ヤン・アンドレアの著作、デュラスあなたは僕を愛していたのですかが、愛人ラマン最終章としてフランスで映画化された。日本では2002年にデュラス愛の最終章の放題で公開された。主演は愛人。 ラマンでナレーションを務め、デュラスと親交のあったジャンヌ・モローとエメリック・ル・マリニー。監督は、ジョゼダヤン。ありがとうございます。